皆さん、こんにちは。こんにちは。さあ、元気いっぱいに始まりましたけれども、はい、毎月1回生放送、教えて、社労士先生、略して、おしゃろースタートでございます。今月も皆さん、元気いっぱい行きましょう。よろしくお願いいたします。さあ、50分後に視聴者の皆様が今よりもさらにポジティブな気持ちになっていることをお約束するべく、暑苦しいではなく、はい、暑さみなじみるポジティブなメンバーでお届けをしてまいります。早速ですが、番組開始に先立ちまして、スタジオの各種ご案内から参りたいと思います。はい、ひろみちゃんからお願いいたします。はい、アズーリファンの皆様に朗報です。番組へのお便り待ってます。ラジオは聞くだけじゃない、ツイッター、ファックスで参加する時代になってます。うん、ぜひ皆様こちらに、こちらこちらに皆様、メッセージ送ってください。待ってます。待ってます。お願いします。待ってます。さあ、続いてオクピー先生もお願いいたします。はい、では私からこちらです。はい、鳥越アズリーフもご覧の皆様へ、当局はですね、このコロナ禍での開局をいたしましたため、スタジオ内には窓がございます。で、放送中にですね、この緊急車両やこの通行の、この開局のアナウンスの音声が入ったりすることもあるんですが、まあ、放送中ですね、まあ、若干こう息苦しいこともあるかもしれませんが、まあ、その時はですね、ぜひこの生放送ならではのこの一体感を感じていただければ嬉しく思います。ではお楽しみくださいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ではメンバーの自己紹介から今月も行きたいと思います。この1ヶ月で良かったことあったら、それも踏まえて皆さんにニュースとして聞いていきたいと思います。じゃあ、自己紹介もひろみちゃんから聞いていいですか。はい、はい、その前に渡してもいいですか。もちろんです。すいません。はい、お願いいたします。はい、じゃあ皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。みんなの太陽ひろみです。イエーイ。ひろみちゃん、謎のピースして、はい、写真もありがとうございます。そうですね、今月のいいこと、なんか良、うん、かったこととか、今月最近なんですけど、不思議なことに、なんか何十年とか、空いちゃった友達、知り合いがいたんですけど、そういう友達がここ最近で4人ぐらいあったりとかして、すごい。急に連絡が来てってこと？そうとか、やっぱりこの今の時代で SNS とかでつながったりとかで、久しぶりみたいな。それこそカオリンもすごい久しぶり。今日久々。もうそういう出会いとかがあったりして、最近楽しいです。すごい。すごい。いいですね。そんな感じで。はい。はい。ラミちゃん、元気いっぱいよろしくお願いします。はい、お願いします。ではで、いつもご紹介してるんですけど、アイビジョンのお話を、はい、ぜひ、いいね、はい、渋谷の宮益坂にある渋谷アイビジョンっていう大きいエキシビジョンなんですけど、こちらに、今日はいないんですけど、アーノとヒロミが出てまして、今も朝の9時10分から15分の5分間出てるんで、皆様、朝の通勤時には見てから行ってもらいたいなと思います。すごい。ぜひ。いい時間帯。はい、渋谷通る方はね、ぜひちょっと上を見上げてですね、二人の姿を見てから、チャージしてお仕事行っていただきたいと思います。アイビジョンでしょ。そうなんですよ、今ちょうどそのアイビジョンポーズもちょっとツイッターで募集をかけているんですけど、はい、私たちが、ピックアップさせてもらって、ぜひ皆様、コメントもらえたらちょっとピックアップさせていただきたいので、アイビジョンで皆様投稿してください。お願いします。はい、アイビジョン、覚えやすい。いいね、いいね、お願いします。お願いします。今日はアーノちゃんいないけど、心にはちゃんとアーノちゃんがいるんで、これアーノちゃん T シャツ着てるんで、すごい、さすがです。アーノちゃんハーフって書いてある。かわいい、かわいい、さすが職業、アーノちゃんデザインのね、いいな。さあ、ではお隣のるちゃんも自己紹介と、なんか1ヶ月の中で良かったこととかあったらお願いします。ルーちゃんこと桐谷ルカです。ルーちゃ ん, ちゃん、私は1ヶ月良かったこと、
今気づいたんですけど、うん、これが私2週間セブ島に留学行かせてもらったんですけど、はい、その時にこれが買った服で、うん、その時も全然洋服買うつもりなくて、たまたまなんかクリーニングが遅れちゃうっていうので急遽買ったんですけど、うん、振り返ればなんか私自分にお土産を買ってなくて、セブで、うん、いわゆるお菓子とか、まあ、ハンドクリームとかなくなるものしか買ってなくて、うん、なんかちゃんとやっぱ残るものがあると、うん、なんかやっぱ着ると思い出すし、あ、なんかこういうもの、うん、なんか買っといてよかったなって今思いました、うん、なるほど、似合ってる、嬉しい、かわいい、しかも今日なんかすごい白と黒みたいな、うん、めっちゃ打ち合わせなしでものと、ね、みたいな、ここで分かれてる、うん、れてすごいね、本当だ、いいね、本当なんかオセロみたいになってるよね、オセロになってる色が打ち合わせなしで、うん、とってもお似合いです、うん、ありがとうございます、はい、るちゃんもよろしくお願いいたします、お願いします。さあ、そしてね、はい、もう、うん、花に囲まれて ねハーレム状態の岡田先生も、ね、はい、はい、自己紹介お願いいたします。はい、改めまして皆様こんにちは、今日もご視聴ありがとうございます。あの熱血社労士岡 P こと特定社会保険労務士の岡野勤です。岡 P 先生、はい、ありがとうございます。はい、で私はの今月の良かったことなんですけど、まさに今日、はい、ね、こうなんかこのハーレム状態って言ってましたけど今日皆さんともこう放送できてる、はい、いいですね、いいですねいいですねいいですね、まさにこれいいことですよね、うん、最高ですね、うんうん、であとね、実はあの私事務所に、はい、あの事務所の玄関になんかツバメが巣を作ってくれて、うんうん、かわいい、そう、ちょうどなんか卵を産んだっぽくてですね、これから多分ヒナが早けると思うので、いつも玄関でこうツバメが行ったり来たりしてるのを毎朝見てるんですが、すごい楽しみにしてます。ほっこり、そう、縁起がいいなと思ってツバメが巣を作って、うんうん、それが今月良かったことです。はい、岡田先生、今月もよろしくお願いいたします。香織は、はい、じゃあ私もちょっと簡単に自己紹介を、はい、このラジオをね、毎回見ていただいている方にはお久しぶりになりますけれども、香織、うん、香織です。今月の良かったことは、香織、香織、ありがとうございますもうね、今月の良かったことはね、まさしくここに戻ってこれたっていうのがもう何よりもなので、うん、はい、ありがとうございます。またね、今月からよろしくお願いいたします。お願いします。はい、さあね、こんな、キャラがバラバラというか、うん、みんな個性がちょっと際立ってるような個性すごいよねメンバーなんですけれども、あの抜群のチームワークで50分間お届けをしてまいりますので、うん、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。では早速最初のコーナーに行ってみたいと思います。はい、こちら身近な事例紹介です。はい、さあ、これから扱う2つの事例は実際に岡 P 先生のもとにご相談いただいたものをほんのちょっとアレンジしたものです、うん、問題解決に向けての具体的なポイントを岡 P 先生に解説していただきます。はい、ということでまずは最初の事例から読み上げていきます。はい、事例問題1、私って本当に管理職、会社に手よく利用されているのかもと、うん、製造業の課長さん40代の男性からのご相談です。はい、ご相談ありがとうございます。ありがとうございます。内容もお伝えしていきます。はい、自動車部品製造の会社に勤務するものです。この4月より昇格し、溶接を担当する部署の課長になりました、うん、弊社の方針は課長以上は管理職のため残業手当は出ませんということになっているそうです。で、今回岡野先生たちに相談をさせていただきたいのは、私は本当に管理職と言えるのかということです。内容がですね、課長になって4月分の給与から基本給が1万円アップ、うん、で役職手当がプラスで3万円追加されたので、給与自体は全部で4万円上がっているそうです、うん、しかし弊社では製造部門が人手不足で毎月 3,40 時間の残業が発生しております。で、4月分の給与から残業代一切つかなくなった、ね、課長になったからということで、5月の10日に振り込まれた課長になって初めてのお給与を見ると絶望的な気持ちになりましたね。これ残業代いただいた時よりもはるかに手取り額が少なかったそうです。ちなみに課長になる前は残業代だけでも毎月10万円前後、そんなに、ね、すごくいただいたみたい で、うん、で課長とは言っても他の社員同様製造ラインの一部を任されているに過ぎず、仕事内容や権限が特に増えたということもありません。
人件費削減のために定翼肩書きだけつけられて、私を安く利用していると利用しようとしているのではと会社に対して不信感を抱いています。岡野先生たちは私の立場についてどうお考えでしょうか。放送でお話しいただける範囲で結構ですので、こんな扱いが許されるものなのか教えてくださいという結構切実な、ね、質問ですけども、これちょっとね難しい内容ですが、はい、ね、ひろみちゃんどうこれ、相談されたら。そうですよね、うん、確かに、そうですね、相談の方、立場に立ってみたらすごい嫌ですよね、すっごい嫌ですよね、嫌だ、嫌ですよね、嫌だ嫌だ。そうで、実際にこれ5月の給料でそうなっていた、じゃあ6月はどうなのかっていうのをちょっと聞きたいんですけど、それでもうもし変わってなくて、このまま続くのであればちょっと一度相談してみるっていうのもありなのかなって思うのと、あと製造部門の人手不足で今こうなっているのだから、いつ人手不足にならないその環境になるのかっていうのを聞いて、環境だね、環境、そうですね、このまま続いたらちょっと役職になった意味もやる気もなくなっちゃうと思って、そう思っちゃうのも分かるというか、都合よく使われてるのかなって思っちゃうのも分かる、で今月がどうなったのか分かんないんですけど、これ3回目とかあったらもう相談した方がいいのかなって思います。なるほどね。じゃあちょっと様子を見て、あ、状況変わんないなと思ったらひろみちゃんは相談した方がいいよっていう感じだね。りゅうちゃんはどうですか。私がもし、ご本人の立場だったら、会社にとりあえず言う、課長になって昇格させていただいたのは嬉しいですって伝えて、でもしかし正直仕事内容や権限が増えた実感がないのと、正直残業代が課長になって出なくなったことで毎月10万給料が減って生活が厳しいです、でそれに製造部門が人手不足で毎月 3,40 時間残業が発生してるっていうのって結構な残業の量だと思うんですよ、なのでもう私も残業したいので残業代つけてくださいって、今まで通り課長でも残業代をつけるっていう風にしてもらうか、または残業が課長ができないのであれば、じゃあ課長の仕事を増やしてもっと働くので10万円給料上げてくださいって相談をするかなと思いました。とりあえず何でも私すぐ相談しちゃうので、私もそう、とりあえず相談みたいな、相談大事ですよね。確かに、でもなんか働きたいから給料を上げてくれは結構ポジティブな言い方でいいですよね。ですね。確かにこれでもなんかね、本当ひろみちゃん言ったみたいにやりがいをこうそがれるような感じのね、昇格になってしまってるんで、結構これは切実で、でも、保証はされてるじゃないですか、4万円っていう保証はされてる、アップしたんだからって、ね、そうですよね。でもこういう会社は実際多そうな気はするんですけど、確かにどうですか岡P先生、これって実際あったんですよね、だってこれね。そうですね。結構切実ですよね、本当生活に関わる問題だから、難しいです。難しい、なんてこれは答えたというか解決手立てしたんですか。これはまあ、管理監督者にこれ該当してるかどうかっていうのは今回のポイントになってますよね。で、管理監督者って、まあ、要は一般的に管理職って言われてる方々、まあ、労働基準法上労働時間と休憩と休日に関するこれ適用がこの規定、これ適用除外といってですね、該当しなくなるから、皆さんもニュースとかで聞いたことあるかもしれないけど、なんか管理職になったらもう残業代が出ませんよとか、いくら残業してもこう残業代出ませんよとかっていうのがこれ実は労働基準法であったりするわけですよ。でただ管理監督者ってのは課長だから管理監督者ってわけではなくて、これ管理監督者と認められるのにはこれ3つの要件があってですね、これ簡単にちょっと言っちゃうと、一つがこれ経営者との一体性といって、まあ、しっかりこの職務権限が与えられているとか、経営的なことに少しこう例えばこう、まあ、経営会議とかにこう参加できるとか、まあ、経営者との一体性というのは一つ目の要件としてあるんですよ。
で2つ目が労働時間の管理がされていないこと、つまり労働時間の裁量ですよね、自由度、これが2つ目だから、つまり出勤何時で退勤何時とかってあるけど、結構なんか重役出勤って言われるように、結構重役の方とかいつ出勤しても別にお給料減らないし、自由にこう帰れるしってあったりするじゃないですか、そんなイメージ、これが2つ目、はい、で3つ目がこれ対価の相当性といって、まあ、相当なこうか、まあ、管理職にふさわしいこの待遇がされているかどうか、この3つの要件を全て満たして管理監督者っていうふうにこれ見なされるわけですよ、はいはい、そうなので今回の一番のポイントは、私はこう管理職と言えるのでしょうかっていうご相談だと思うんですけど、まさにこの管理監督者の3要件を満たしているかどうかっていうところが今回のこの一番のポイントだったわけですね。でこれ事実を見ていくと、じゃあどうかって言った時に、まずその職務権限別に増えてないっておっしゃってますよね、うん、課長になる前と、うん、で労働時間ももうちゃんと LINE のこの一作業員じゃないけど、そうですね、一部任されてる、はい、一部任されてるだけでも結局まあ今までと変わらないと、うん、なんか時間も結局もきちきちに管理されちゃってると思うんですね、はい、でじゃあ相当な対価の相当性、相当な待遇がなされてるかっていった時に、確かに固定費は4万円上がってますよね、うん、でも課長になったからといって残業いっぱいこうする必要があって、実質手取りが減っちゃってる、うん、課長になる前より、だからまあ4万上がっても10万の残業代がなくなっちゃうと結局6万ぐらい減っちゃうわけですよね、手取りが。ってことはこれ相当な待遇かどうかっていうことは結構考える必要があると思うんですよ。だからまあこれも事実ベースで一個一個全部これって見ていかないといけないので、まあ、管理監督者に該当するかしないかっていう判断をちょっと私の方ではこう明言は避けたいと思うんですが、はい、ただ可能性としてはちょっと管理監督者っていうのには厳しいんじゃないかなっていう気はします、見た感じだと。だからやっぱり管理監督者と言えるからには、さっき申し上げた3つの要件ですよね、まあ、経営者との一体性、職務権限です、そして労働時間管理がされていないこと、まあ、ある程度この裁量ですよね、でまあ相当な待遇、これ3つ全て満たして初めて管理監督者だから、なんかこの結構もう何年か前ですけど、なんか某ハンバーガーチェーン店でなんか名ばかり管理職っていうのが問題になって、あるハンバーガーチェーン店の店長さんが管理職に管理監督者に当たるかどうかっていうのをこれ裁判で争われて、まあ、ニュースになったと思うんですよ、で結局まあその管理監督者制がどうかっていう話が出たと思うんですけど、だから本当にこうね、部長だからとか課長だからって名前で管理監督者って決めるんではなくて、本当にこれ3つの要件満たしてかどうかっていうのは会社の中でしっかり見ていく必要があって、だから今回もこのご相談くださったこの課長さんですよね、会社にしっかりその辺をこう要件を満たしてるかどうかっていうのを確認いただいた上で、もし満たしていないのであれば、さっきルーちゃんおっしゃったように、じゃあ残業した分はしかるべき残業手当、まあ、出していただくことは可能ですかとか、交渉する余地はすごくあると思うんですね。確かに。そう、だから本当にこの今回のポイントはこの管理監督者の3要件、まあ、ここに尽きるなと思ってます。なるほど。ちょっとだからまあ事実がね、明確な事実がちょっと文面だけだと分からない部分もあるんですけど、ちょっと厳しいような気はします、見た感じ。そうですね、そうですね、なるほど。じゃあ、まずはそこのところの確認を会社の中で、そうですね、行って、でね、この40代の男性の方は多分働く意欲自体はある方だと思うので、はい、なんかね、もったいないですよね。そうですね、やる気をしっかり育てて、はい、ね、肩書きも与えて権限も与えてってする方が、そうですね、環境はより良くなるかなっていう感じがするので、はい、だから課長になって逆にね、手取りがこう、ね、ガクンと減っちゃうってのはちょっとやっぱり本質的ではないと思うので、やっぱりその辺のこう例えば設計して、じゃあ毎月毎月残業がもう前提になってるんであれば、そこもじゃあ見込んでこう手当をなんかつけておいてあげるとか、そうですね、何かした方がいいかもしれないですよね。なるほど、分かりやすいというか、結構ここは皆さん、ね、実際自分の仕事だったり環境を一度、ね、振り返ってみて、で相談すべきところとか要点を抑えて相談するっていうのがベストという感じですね。そうですね、はい、ありがとうございます。ご相談ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。では2問目いきましょうかね、はい、さあこっちの方はまたガラリと印象変わりますけれども、はい、お願いします。はい、退職時に自分が在職中に作成したホームページの買取を要求する女性、これは経営者の30代女性の方からのご相談でございます。ご相談ありがとうございます。ありがとうございます。
では内容もお伝えしていきます。はい、埼玉県内で社員17名を抱え、父から受け継いだ飲食店を経営している2代目の経営者です、うん、今月末で退職する社員の A さん、20代の女性のことで悩んでおります、はい、以下の内容について社労士の先生に相談してよいか、内容かどうかわからなかったんですが、よろしければ教えていただければ幸いです、はい、内容が2022年、去年ですね、4月に新卒で入社した A 子さんは、弊社の広報担当としてホームページの立ち上げ、更新、記事の作成やコンテンツ追加などに取り組んでくれていました、はい、しかしモデルのように美しい容姿のため男性との良くない噂が後を絶たず、今年になってからは上司である妻子持ちの男性、40代の B 課長とのパパ活が社内で噂されるようになりました。双方の言い分では、同じ会社の仲間として一緒にご飯を食べに行っただけということです。しかし社員たちの聞き取りでは、 A 子さんが B 課長に買ってもらったという高級のスマートウォッチをこう見せびらかしたり、食事の帰りにタクシー代で3万円もらっちゃったと自慢していたという証言も出てきました。私はこれはパパ活どころか不倫なのではと判断し、 A 子さんには5月の末日で、次のように退職を勧めました。職場の風紀の乱れを懸念しての決断です。 A 子さんは現在の状態では会社が期待する基準の業務を遂行するのは無理だと判断しました。6月末までで雇用契約を解除させていただきたく思います。よろしいですね。理由もよくわかってるでしょうと。すると A 子さんは次のように私に要求を突きつけてきました。別にこの会社には全く未練もないですし、クビにしてもらってもいいですよ。その代わり私が在職中に手掛けたホームページ、私のアイデアが詰まった知的財産ですから、退職後は使用しないでくださいね。使用したのであればそれなりの対価で買い取ってください。そうだな、100万円ぐらい出していただければ納得しますと。こんな馬鹿げた要求には、論理的に反論したいです。効果的な反論方法があれば教えていただけませんでしょうかと。ちょっとね、なんか言い合いの喧嘩のような感じになってますけれども、女性同士のこれもじゃあひろみちゃんどう言われたら。めっちゃ馬鹿げてます馬鹿げてます。そう、ね、言い方ちょっとそうですね、直した方がいいと思います。そこっていうのとそこもそうなんですけど、まあ、反論、論理的な、反論っていうのは、私だったら A さんが対会社、という立場だったら、考えられる内容かもしれないんですけど、でも A さんは会社で雇用されてるので、その意見はちょっと組めませんっていうのと、なんだろう、多分社内が乱れてると思うんで、そういう態度してたら、ちょっと何が言いたか分かんなくなっちゃった。でもなんか乱れてるよ。すいません、なんか伝わってくれたら、そう嬉しいんですけど。ちょっと対会社じゃないのでその意見飲めませんって言います。難しいですね。結構じゃあもう経営者側からしたらもうピシャッと何言ってんのみたいな感じで断っちゃうというか、そうですよね、しちゃうというような感じですね。ルーちゃんは、私がもし社長だったら、A 子さんにホームページ作成したのは A 子さんですけど、ホームページは会社のものなので、A 子さんのものではありませんってまず伝えて、なので A 子さんの退職後のホームページの使用の有無は会社で決めます。で、 A 子さんには決める権限がありませんって伝えて、なので買い取ることもできません。で、もし今後自分の作成したホームページを100万円で売りたいのであれば、そういう会社を立ち上げたらどうですかって、なんか提案もします。そう、最後に提案もして終わらせます。なるほど、はい、次の仕事にね。そう、一応あの社長としてアドバイスも、でも結構るーちゃんもピシャッとピシャッと言いますね、いうような感じですね。確かに、まあでもやっぱり仕事は技術の提供だと思うんで、私もこれは100万円出すのはちょっとバカバカしいなというふうに感じるんですけど、結構でもこれ回答難しくないですか、岡部先生。難しいですよね。難しかったですよね、きっとこの、ね、相談もらっても
私たちもみんな頭抱えて、うんね、もう気持ちでこうピシャッとこう、ねうん、言ってしまうしかないなっていう風に言ってますけど、論理的にこう反論したいとおっしゃってますもんね。そう、どうしても感情出てしまいますよね。そうですね、うん、論理的の方が難しい気がします。難しい。なんか理路整然と、うん、岡P先生だったらどう回答しますか。あのこれまずですね、あのこのホームページですよね、うん、この所有権がどこにあるかって話は大事だと思うんですよ。この権利がどこに帰属してるのかっていう話、うんうん、でこれまあホームページなんで、まあ、特許までは多分言ってないと思うんですけど、はいはい、結構よくこう問題になりがちなのが、うん、こう在職中にこう会社のこう要は中で研究をして、うん、なんか特許取りましたみたいなのあるじゃないですか、はいはい、でこの特許ってそもそもじゃあ会社に勤めてる A さんが特許を取りました、うん、この特許の権利って誰のものなんですかって話、うんうんうん、難しい。そうで昔はなんかあの特許の関係とかって、うん、その特許を取った本人にこの要は権利が帰属したって直接帰属するっていう時代があって、であのその特許をねあの取った時にそのでも会社のこう財産にしたじゃないですか、うん、所有権に。その場合ってこう本人から会社がその権利を譲ってもらうっていうのが昔は通常だったんですって。でも平成27年頃だったかな、法律の改正があって、うん、直接ちゃんとあの会社の方にその要は権利が帰属するってこともこう可能になったらしいんですよね、うん、だから今回はまあ特許じゃないんですけど、まあ、ホームページなんですけど、そもそも会社のこの資源を使って経営資源を使って在職中にお給料をもらいながら会社のこの仕事としてホームページを作ってますよね。そうですね。だから通常考えたらホームページも所有権が本来会社に帰属するべきだと思うんですね。そうだからそういったこう労働契約でまあ職務を与えられてこうやってるはずなので、うんうん、あくまでも労働契約の中で会社の業務として行ったこと。そうですね。だから A さんのこの私物ではないんだよとホームページは、うんうん、これはなんかもう堂々と社長主張しちゃって大丈夫で、うんうんうん、でもしですね、まあ、こういったこうトラブル今後も懸念されるようであれば、まあ、従業員さんが10名超えてらっしゃるので就業規則があると思うんですけど、はいはい、まあ、10名超えればこれ作成義務があるから、うん、で就業規則にこの在職中に例えば発明したものとか成果物を作った場合、その権利がしっかり会社に帰属するっていうことを もう就業規則とか入れちゃったことが安心なんですよね、うんうん、そうですね、うん、なんかおそらくその、ね、あの会社として入ってるかどうかって後で見ていただいてほしいんですけど、もしなければこう追加方法とかもまあご説明できますので、うん、あのそういった形であの、まあ、就業規則をしっかりまずは整えておくとすごく安心というのが一つ、うん、で今回まあ仮に就業規則に書いてなかったとした場合、まあ、反論するとしたらあくまでも雇用契約も労働契約の中で業務の一環としてホームページの作成をお願いしてましたと、うん、だからあくまでもこの、まあ、作ってくださったホームページは A 子さんの作ってくださったのは会社にこの権利が帰属してますと、うん、そうだからあの私物ではないのでだから当然こう買い取ることもしませんと、もうお給料普段払ってるでしょうと、うん、これが対価ですと、うん、まあ、堂々と私だったら言っちゃいますよね。そうですね、うん、うん、まあね、対価でお給料ちゃんともらってるわけですからね、はい、うん、だから仮にまあこれがだからその特許に近いのこうすごいこう技術が組み込まれていたとしても、うん、でもやっぱりあれですよね、これ言いたいですよね、やっぱりそれはね、本気を持ってね、そうですよね、うん、そうかそうか、じゃあもうそこは本当に堂々と、ね、そうですね、なんか一番はだからちゃんと就業規則が整ってれば完璧、うん、権利がどこに帰属するかっていう、うんうん、じゃあ経営する側もそこのところをしっかり見直しというか整えるのは本当大事ですね、うん、そうですね、うん、それをすることでやっぱり双方迷うことがないですもんね、はい、そうですよね、決まりって大事ですね、うん、大事最初に決めた方がいいですね、いろいろ、そうですね、そういうのもじゃあ岡P先生はね相談乗ったりとかしてるっていうことなんですね。そうですね、就業規則ってだから本当こう従業員さんが10人以上になると、あの就業規則っても社内のルールブック、これ作成義務があるわけですよ、うんうん、だからそこでしっかりこの働く上でのルール、これも決してこうお互いを縛るためじゃなくて、みんなが気持ちよく、ね、笑顔で生き生き働けるように、まあ、するっていう前提で結構作らせていただくんですけど、でまあだから起こりそうなトラブルを事前に想定して、これじゃあ予防するためにはもうだからトラブル起こってからじゃなくて起こる前にも予防できちゃうのが一番いいですよね。だから事前対応で、じゃあこんなトラブルだったらこういうのが想定されるなっていうのは全部こう条文で入れちゃっておくのが一般なんですね、はいはい、だから今回のようなケースで言えば、まあ、在職中にこの、ね、あの作成したものとか成果物、まあ、発明も含めてそれは全て権利があの会社に帰属しますよってことがしっかりこう会社のルールで乗っ取ってれば、それに基づいて雇用契約もして入ってくるっていう前提になるから、もうそれ納得して入ってくれてるよねと、そうですね、まあ、答弁できるわけですよ、うんうん、
なんか絶対そうすれば会社負けないわけですよね。確かに、うん、だからその社長さんもね、ぜひこの就業規則一回見ていただくといいと思うんですよ。書いてあればまあベストですよね。うん、じゃあそこはね、あの堂々とピシャッと言っていただけるように、はい、ルールをしっかりと ね、 そうですね、設定するっていうところが大事ですね。でも社長素晴らしいなと思ったのが、ちゃんとこう1ヶ月前に解約予告もしてるし、うん、で業務の基準を満たさないっていう理由で、うん、これまあ、 あの債務不履行ですよね、結局あの、うんうん、そこを理由にちゃんとしっかり伝えていて、うん、あの1ヶ月前にちゃんと解約予告をしてらっしゃるから、うんうん、これでもしっかり法律をよくご存知の社長なんだろうなってことは、うん、なんかちょっと文面読んで感じました。うん、丁寧な方なんだろうなっていうふうに、ね、うんね、伺えますよね。そう、なんかね、パパ活とか不倫とかそういったとこはもう、こうやんわりと伝えるような感じで、うんうん、そうですね、ね、業務のことをしっかり認めて伝えをされてらっしゃるんで、そうですね、うん、だから業務遂行が明らかに不可能だって判断されたわけですよね。うんうん、まあ、もし理由をね、なんでなんですかって聞かれたら、まあ、それでね、こう社内の風紀を乱しましたっていうこと。そうだそうだ、乱しまくりですよ。なのに強気なのがすごいと。すごい、100万円って、ね、強い、うん、強い。タクシー代3万も強いと思う、うん、ね、どこまで帰るのって思った。3万ってめっちゃ家遠くないみたいな。確かに、結構な山奥から帰れるよね、これだって、うん、これ浅草橋から3万ってどこまで行けんだろうね。どこまで行けるんですかね。埼玉とかですよね、多分東京は超えられますよね、うん、超えられる。だからどこに住んでる設定にしてるのって思いました。確かにそこ、そう、すごくないと思って。3枚ギリギリかかるところだから3枚くれではないと思うよ。あーって、うん、そうかそうかそうか。プレゼントという意味なんだと。なるほど。あと高額なスマートウォッチでしょ。そう、見せびらかしてね。すごい、結構ね、その仕事されてきたことよりも会社の中の環境を乱してることの方が多そうな感じは私はしたんですけど、うんうん、そうですね、引っかかってる男の人も男の人ですよね。何買ってあげてんのっていう、うん、ね、このその上司の方もやりづらくないんですかねと思いましたね。うん、なんかこんなにかき乱してバレてないと思ってるんじゃない、うんあ、うん、絶対に俺バレてないみたいな、うん、すごいバレバレだけどみたいな、ね、恋は盲目ですね、これまさにね、うん、すごい。なんかきっとまあモデルのように美しい容姿でって書いてあったから、うん、多分そこにこうすごい目がいっちゃって、この人舞い上がっちゃった、うん、感じですか。一緒に多分一緒にいることがきっとなんかこうね、男としてはこう嬉しいみたいなあるのかもしれない。もう買ってあげてでも一緒にいたいみたいな、うん、男性の意見ですね。勉強になります。リアル。じゃあまずは本当皆さんね、そこのルールのところをしっかり設定するところと、働いてる方はそこを今一度見てね、あの そうですね、そこにのっとってあの気持ちよくお仕事されるっていうのが、はい、そこベストだと思います。そうですね、なんかもう突っ張れちゃって今回いいと思いますよ。もう100万円は別に払う必要全くないと思います。ね、ありがとうございます。ね、ごそうなありがとうございます。応援しております。ありがとうございます。さあ今回もね、面白い事例を2つご紹介させていただきましたけれども、うん、ここからはガラリと変えまして言葉のゲームをやっていきましょう。はい、こちらでございます。ポジカエ、うん、はい、言葉が現実を作るとか言霊なんて言われるように、私たちの発する言葉というのはエネルギーが宿っています、うん、どうせならポジティブなエネルギーを発散していきたいですよね、うん、なので今回も、私が考えたネガティブなこうシチュエーションとか言葉とかそういうのをみんなで15秒間でポジティブに言い換えていただくというゲームにチャレンジしていきましょう。はい、なんだろう、頑張ります。はい、すごい可愛い、いつもオカピーが作って持ってきてくれてる。変わってる、新しい。みんなこれお揃いなんですね。すごい、名前いいね、可愛いアピール、自慢して、うん、お揃いアピール、お揃いアピールをしました。ところでドキドキします。なんだろう、本当に早いので、ね、これ私お休み中あのラジオ見てたんですけど、みんな全然15秒間に合ってないなと思いながら。間に合ってない。そうですよね、そうですよね、20秒くらい。スタッフさんめっちゃうなずいてくれましたけど、ちゃんとアディショナルタイムですね。そう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 、優しさでね、うん、あの最後ちょっと待ってくださってますけど、15って感じですよ、最後の優しい、優しい。ありがとうございます。じゃあね、今回のお題は何しようかなってすごい悩んだんですけど、うん、まあ梅雨の時期になってきましたので、うん、多分女性陣、男性もかな、あの考えるかなと思うんですけど、もうね、湿度がすごくて髪型が全く決まらないっていう
ことありますよね、うん、ありますよね、あります。それをどうしたらポジティブに、まあ、切り替えられるかっていうところを皆さんで一緒に考えていきたいと思います、うん、さあまず皆さん書く準備は、うん、はい、ロンちゃんも OK です。質問で髪型が決まらないときね、はい、そう、ボサボサとか整えたのになんかグズグズになっちゃうみたいなのとかがあると思うので、うんうん、そう、なんかちょっとみんなでこれをポジティブに、うん、私も悩んでるので言い換えてほしいなというふうに思います、うんうん、では15秒間よろしいですか。それではいきましょう。よーい、スタート。難しい難しいよね、難しい、早い、やばい、これ全然わかんないかもしれないです。いや、これ結構永遠の女子の悩みな気がするんですけれども、確かに、本当に、うん、書けましたか。書けました、うん、はい、一斉にじゃあ出しましょうか、これ、はい、はい、では行きましょう、せーの、じゃん、じゃん。ちょっとめっちゃ字が汚くてもうやだな、恥ずかしい。あ、ちょっと似てるんじゃない、うん、みんな似てるかも、うん、オカピー先生だけちょっと毛色が違うけど、うん、ちょっと似顔絵付きオカピーのオカピー先生から聞こうかな、うん、ワイルドだろう、なんか無造作ヘア、なんかワイルドな印象があるので、こういう感じ、あ、そう、わざとボサボサにするみたいな、そうそうそう、あ、してる俺もかっこいいだろうっていう、うん、そうそうそう、ポジティブポジティブ、ちょっと濡れ髪でね、そうそうそう、梅雨だし、そうか、うん、かき上げてみちゃった、かき上げてみちゃった、いや、まあ、確かに男の人はね、なんかそれもかっこいいかもしれないですね、うんうん、こう書き上げる仕草の研究とかしてみてもいいかもしれません、ね、おーおー書き上がってますね、かっこいい、ありがとうございます。急にワイルド、ワイルド、確かに爆笑の SE 入ってますけれどねじゃあルーちゃんは、はい、私はこっか、この時期しか楽しめないまとめ髪ヘアアレンジしよう、うん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 、これはだから実際に美容師の人にあっちが言われたことで、うんうん、なんかこの時期も巻いても取れるしストレートにしてもうねるみたいな、私が言ったら、うん、あ、私結構この時期まとめちゃいますよみたいな、さらっと言われて、確かにいつも可愛いまとめ髪をその時期してる人で、その人が、うんうん、そうかみたいな、逆にいつもなんか結構時間かかったりとかするからあんままとめ髪しないけど、まあ、梅雨だったら嫌でもやるというか、うん、そうだから逆にポジティブに考えて、じゃあ今しかできないまとめ髪ヘアアレンジしようみたいな、うんうん、思いました。もういいね、いいね、プロのね、そうそうそう、確かに女性はね髪の毛長くて もういくらでもアレンジできますしね、うん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 、ひろみちゃんもちょっと似たような感じ、似てますね、全面ってどういうこと、オールバックってこと、オールバック似合うとか言われる、まとめ髪はまとめ髪なんですけど、うん、全部まとめちゃう、前髪から全部ってこと、全部まとめて、うん、あのなんていうんですかね、もう海外アーティストとかがやってるような、うん、しい、かっこいい、そのちょっとかぶってます、うん、オカピー先生とワイルドな、うん、ポニーテール、うんうん、似合いそう、似合いそう、ね、うん、羨ましい、うん、ありがとうございます、そう、そうだな、似合いそうだね、かっちりまとめちゃう、うん、2人ともじゃあ結構まとめるっていうような感じですね、かぶった、ね、かぶった、かぶった、私はね、あのもう悩むぐらいなら切っちゃおうかなっていうのもありかなっていうふうに、夏がやってきて、ね、うん、暑くもなるし、うん、今までずっとこう長いんだったら、うん、こうバサッと切って、それはそれで似合う髪型を探してみようっていうような、うんうん、私はもう悩むぐらいなら切っちゃおうかなっていうふうに、なるほど、ワイルドだ、みんなワイルドだ、すごいな、うん、そうそうっていうような感じなんで、まとめる、まとめる、書き上げる、うん、切っちゃう、かっこいい、こっちに来る、行くについてかっこいいですね、なんか思い切りが、うん、確かにね、すごいな、今をなんかね、今の良さを、ね、引き立てるのか、うんうん、今の良さ、今の良さ、新しい一面なのかな、うんうん、新しいです、もう全然変えちゃうっていうような感じですけど、うん、これスタッフさんに結果を聞いても大丈夫でしょうか、おピンポンいただきました、ね、決まってますか、もう、お、決まってると、うなずいてくれましたけれども、優勝発表、優勝発表しましょうか、うん、お願いいたします、うん、
おーおーありがとうございます。総理おめでとう。納得です。納得です。私もそれは、ね、そうだろうなと思った。やっぱり私はいつも切っちゃうタイプなんで。かっこいい。思い切りがね。すごい。気持ちいい。そうでも切った瞬間からやっぱロング憧れますけどね。あそうですね。うん、そうそう。お優勝商品。優勝商品。なんだろうなんだろう。なんだろう。見ていいですか？見てください。ずっしりしてますよ今回は。お、来たー。来ましたね。嬉しい。来たー。まさに神の味方ですね。確かに。ね、これはちょっと狙ったわけじゃないんですけど、ちょうど神の話題でいい感じですね。うん、これあれですね。今日は心に皆さん片瀬アノを、うん、はい、うん、宿してるかと思いますが、こちら。レアーノという片瀬アノちゃんがプロデュースしたシャンプーとヘアトリートメント、うん、すごいかわいい、ちゃんとあげてくださっている、うん、いい、そうそう、これ、ね、かわいいパッケージもね、パッケージもちゃんとね、うん、悪魔デザインですね。そう、悪魔と人間のハーフの片瀬アノちゃんらしい、うん、こちらプロデュース、これね、渋谷の美容室との共同開発で、うん、オーガニックな原料をふんだんに使ったシャンプー&トリートメント、うん、ね、うるさら髪になるということで、これ悪魔的に綺麗な髪をキープすることができるということで、これひろみちゃん実際に使ってるんだよね。使いました。これは本当に衝撃的なシャンプーです、うんうん、どんなうるうるになるみたいな。オーガニックっていうのでまず髪に優しいっていうのと、うんうん、あの1回洗ったら3日間それが持続するんじゃないかぐらい、本当にまとまる、まとまりますね、この時期にめちゃめちゃ欲しい。いいと思います、うんうん、いいな、いいじゃん。じゃあ切らなくてもこれがあれば、確かに、ね、まとまる。レアーノ使うっていう風に書けばよかった。いい、ねうんね、確かに、次からはレアーノ、いい、ね、これ使えば書き上げなくて済むわけね。確かにまとまるんで、ちゃんとでもこれは本当に本当に欲しいです、かわいい、それにパッケージも、うん、ね、本当にアーノちゃんっぽいね、うん、デザインが。アーノちゃんデザインのすごい、うん、さっきまでね、そう、インスタ上げてくださいましたけど、あちらの方を見ていただくと、うん、購入だったりとか、あのそういったところも見ていただけますので、うん、ぜひレアのね、こちらありがとうございますね、こちらの方を皆さんチェックしていただいて、うん、はい、ご購入ね、うるさら髪を悪魔的に手に入れていただきたいと思います。手に入れたい、いいな、ね、めっちゃ嬉しいです、うん、シャンプー難民いつもなっちゃうから、うん、そしてね、もう一個、お、出た、なんだ、なんか見ていいですか？見てください。気になる、気になる、Amazon、 イエーイ、アマゾン、イエーイ、アマギフで羨ましい。なんか本日限定権利証って書いてて、うん、なんじゃこれ、なんて読むんだろう。これルちゃん読んでもらっていいですか？本日限定権利証、はい、はあ、十分だんべというくらい今日のランチを食べまくるんだとよ。費用はオカピー先生に請求でおかんべえ、ソースんべえ。めちゃくちゃ北関東の方言ですね。ここに書いてあります。ちっちゃくカンペついてました。すごい、あれですか、オカピー先生にランチをご馳走になれるっていう権利書。はい、はい、権利書。いいんですか？すごい、じゃあ美女3人引き連れて、うん、すごい、よろしくお願いいたします。やったやったー、やったー、優勝おめでとうございます。超嬉しいです、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。さあ、なんかね、ハッピーに私があの過ごさせていただいておりますけれどもさあ、次のコーナーも行きましょう。残り時間もわずかになってきましたが、はい、こちら本日の格言でございます、うん、今日もね、あの3人がピックアップをして格言を教えてくれるので、皆さんの心に響く格言、ぜひ今日も見つけていただきたいと思います。じゃあこちらもひろみちゃんからでいいですか？はい、はい、お願いいたします。はい、はい、こちらです、うん、人は必要な時に必要な人と出会うもんだよ。ローラです。ローラさん、おー、いいね、素敵、ローラです、ローラです、おしゃれマーク、本当だ、そう、これ本当にそうだと思ってて、うん、なので常に自分をレベルアップしていけば、素晴らしい、うん、付き合うというか、うん、それに10年ぶりの友達とも、ね、4人もあったからレベルアップ期間、そう、すごい、素晴らしい。なんかまさに今のね、ひろみちゃんの
なんか境遇にぴったりな言葉。なんか リンクしました、ね、すごいリンクしてる、素晴らしい、うんうんうん、レベル 必要な人引き寄せてる感じ。あ、そうそうそう、本当にそうなんですよ、ちょっとびっくりしてます、うん、本当に、うん、レベルアップの証拠がこれから楽しみです。いいね、いいね、素晴らしい、ありがとうございます。じゃあ次るちゃんの格言も教えてください。はい、はい、私の格言はこちら、すべてうまくいく例外はないです。誰のこれが多分 YouTuber の誰かだと思うんですけど、ちょっと忘れちゃって名前は、でなんか正直、うん、例外なく全てうまくいくっていうのは無理って分かってるんですけど、でもこう思うことで頑張れる、うんうん、だから本当は分かってるけど、いや全てうまくいく例外はないって思うことで頑張れるので、うん、この言葉いいなと思いました。いいね、いいね、強気に進んでいくような言葉ですよね、うんうんうん、いい言葉ですね、うん、はい、ありがとうございます。めっちゃこの暗示かかりそうだよね、そう、この言葉でね、励まされるというか、うん、確かに、うん、大事ですよね、でもね、自分をポジティブに奮い立たせるのも、うん、じゃあ岡 P 先生の格言もお願いします。はい、私はこちらです。じゃん、嫌なものは嫌なのじゃ急に毛色変わりましたけれども、はい、すごい、これはあのまさにこの埼玉 ね、この武将ですね、戦国時代成田長近の名、うん、これ言葉でですね、うん、嫌なものは嫌なのじゃ、これはですね、昔あの埼玉県のこの行田市にある忍城という城がですね、この豊臣秀吉のこの大軍に攻められたことがあったんですね、はいはい、でそれでこう、まあ要は、ね、戦をするかそれとも城を開けるかっていうのを迫られた時に、これ野望、まあの城という映画でこれ成田長近が言うんですね、で武ある者が武なき者を足げにし、まあ、才ある者が才なき者の話すらをいいように引き回す、これが人の世かならわしは嫌じゃ、わしだけは嫌じゃって言うんですよ。おそうで、これが世の習いと申すならわしは許さんって言って、こう結局、まあ、戦に決するんですけど、まあ、こう誇りをこう最後に貫き通したね、この埼玉 の坂東武者の話なんですよね。でまさにこう私も地元が埼玉なので、こう結構すごくやっぱり共感するものがあって、結構今の時代ってね、こう嫌なもの嫌ってなかなかこう言いづらいことって結構仕事でもあると思うんですけど、でもやっぱりこう自分の信念を貫いて、嫌なものは嫌ってこうはっきり言えるってこともすごい大事だなと思って、だからね、この2万の大軍に攻められて、で500人のわずか兵だったわけですよ、忍城の兵、その兵って。でもちゃんとこうなんか、ね、2万の大軍が揉み潰すって脅された時に、でも結局嫌なものは嫌だってこう言い切った、これすごいなと思ってね、ほんとこうなんか座右の銘の一つとしてこう今、ね、大事にしてる言葉です。はっきりと岡 P 先生は嫌というふうにね、うん、そうですね、言える男ですね、うん、ワイルドだし、ワイルドだ、ね、そうですそう、結構これ労務管理でもすごい大事な部分で、労務管理ってややもすると、ついちょっとこうなんか弱い自分が出てくると、結構違法行為に手を染めちゃう方って少なからずいらっしゃると思うんですよ、違法行為、そう、例えばこうコロナ禍の時とかにこの助成金詐欺ってニュースでよく出たじゃないですか、はい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 、そう、企業さんがこう助成金の不正受給をしましたとか、あれもこうなんか本当はね、こう嫌だって誰かが言えばこう完全ホワイトにこだわれると思うんだけど、ちょっとこうこのくらいいいかなとか、あとこれはダメですよってこう例えば管理職の方が言えないとか、うん、で結局嫌なものが嫌だって言えないことで、結局なんか最終的にはこう犯罪まで行っちゃうとか、あれ詐欺ですからね、そうですね、だからやっぱりこう嫌だなって思ったら、もうこれおかしいなって思ったら、もうすぐその場で言えばしっかりこうなんか完全ホワイトが貫けるから、これ労務管理はすごい大事だと思ってます。なるほど、うん、ね、こういう武将の言葉が今の自分たちにも響くというかね、反映されるものってあるんですね、うん、だからこれ本当にいい意味でこれポジティブなこれ書く名言だなと思ってます、うんうん、のを言うのはね、なんかこうネガティブじゃないっていうことですもんね、そう、うんうん、自分の信念を貫くってことは大事だと思うので、うんうんうん、大事ですね、うん、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、今回も3人ともまたこれも個性ある格言となってますけれども、うん、ね、皆さんの心に響いて、また明日からのこう、ね、格言というか気持ちに奮い立たせるものになれば嬉しいなと思います、うん、さあということで、あっという間にもう50分が、ね、あっという間でしたね、迎えようとして、しました、今回もあっという間ですけれども、さあ皆さん今月もいかがでしたでしょうか。ひろみちゃんどうだった。こんなどんより梅雨時期にこんなポジティブ最高です、うん、なんで小声なの。熱い、熱い、なんか噛んじゃうかなと思って大丈夫だよ、噛んじゃいそう、大丈夫だよ大丈夫、そんなに噛んでるひろみちゃんも素敵だよ、はい、そうだよ、可愛い、毎回噛んでるんですよ本当に。そう、気づいてないよ、はい、みんな多分、うん、誰も気づいてない、よかった、気づいてない、気づいてない笑顔でカバーされてます、うん、よかったね、そう、むしろこのひろみワールド全開でこれがいいよね、本当ですか、
ありがとうございます。るーちゃんは来月お休み？そうなんですよ。で、私初めて今日かおりんさんとお会いできて、うん、すごい良かったなって思いました。嬉しい。ツイッターでしか会えたことなかったので、うん、私も見ておりました。嬉しい、リアルでお会いできて嬉しいです、うん。ね、おかぴ先生はまた来月もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、また1ヶ月バリバリ元気に大盛りを食べて過ごされると思いますけれども、うん、そうですね、今日いっぱい食べますよ、この後。はい、すごい、またいっぱい食べましょう、みんなで、うん、イエーイ。はい、ということで、教えて社労士先生、略しておしゃろ、次回はですね、また、第3火曜日このお時間ですね、12時から12時50分、元気いっぱいに届けてまいりますので、はい、来月もまたよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今月も元気いっぱい頑張りましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。